列王記上十九節、九章から。エリアは、そこにあった、ホラーに入り、夜を過ごした。見よ、その時、主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神。主に情熱を傾けて、使えてきました。ところが、イスラエルの人々は、あなたとの契約を捨て、 祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主は、そこを出て山の中で主の前に立ちなさい、と言われた。見よ、その時、主が通り過ぎていかれた。主の見舞いには非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。 しかし、風の中に手はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし、地震の中にも手はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし、火の中にも手はおられなかった。火の後に、静かに囁く声が聞こえた。それを聞くと、エリアは街灯で顔を覆い、出てきてホラー穴の入り口に立った。その時、声は、 エリアにこう告けた。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に情熱を傾けて仕えてきました。ところが、イスラエルの人々はあなたとの契約を捨てて、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。主は、 エリアに言われた。行け、あなたの来た道を引き返し、ダマスコの荒れノに向かえ、そこに着いたなら、ハザエルに油を注いで、彼をアラムの王とせよ。ニムシの子、イエフにも油を注いで、イスラエルの王とせよ。また、アベル・メホラのシャファトの子、エリシャにも油を注ぎ、 あなたに代わる預言者だせよ。アザエルの剣を逃れた者をイエフが殺し、イエフの剣を逃れた者をエリシャが殺すであろう。しかし、私はイスラエルに七千人を残す。これはみんなバーリにひざまずかす。これに口づけしなかったものである。 ペトロの手紙に一章、十六節から十九節まで。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、 これは私の愛する子、私の心にかなうもの、というような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、 明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯し火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。ペトロの手紙、二一章、十六節から十九節まで。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、 私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、というような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、 天から響いてきたこのの声を聞いたのですこうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで暗いところに輝く灯火としてどうかこの予言の言葉に留意していてください福音書は。 セイマルコによるフィン第9章2節から9節まで6日の後イエスはただペトロヤコブヨハネだけを連れて高い山に登られたイエスの姿が彼の目の前で変わり服は真っ白に輝きこの世のどんならしい職人の腕も 及ばぬほど白くなった。アリアがモーゼと共に現れて、イエスと語り合っていった。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーゼのため、もう一つはアリアのためです。 ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い雲の中から声がした。これは私の愛する子。これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、 もはや誰も見えずただイエスだけが彼らと一緒に降られた一同が山を降りるときイエスは人の子が死守の中から復活するまでは今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた主に感謝 主よ、私たちのあぐないにし、私の口から出た言葉と、私たちの心の瞑想があなたの前に受け入れられますように。あめ。昔、私は日本に来るずっと前のことですが、学生時代に同居人と一緒に、 暮らししていました大学生でそんなに忙しいわけではないので夜になってよく一緒に映画を見る機会がありました同居人は文化的なストーリーの映画が好きで私はアクション映画が好きでした同居人は複雑な 人間関係が絡み合ったストーリーの映画が好きで、できれば時代劇の一生がたくさんあるものがいいと言っていました。私はサイエンスフィクションや世界征服のプロットが好きでした。ジェイン・オースティンかスターウォー ウェイルライダーか、ロードオブザ・リングズ。ティフニーで朝食をか、グリーン・デステニー。やはり、どちらか、どちらが何を選ぶようになるか、多くの議論がありました。しかし、この あらゆる種類の映画に共通するものがあると私は気がつきました。そして精神に関しても映画の仕組みと同じように共通点があると気づきました。一人の人物に焦点の当て自己発見の度に導きながら映画は十 重要な瞬間が訪れます。そこでは主人公の意識の表面に何らかの変化がもたらされたり目的に挑戦します。映画はすべての良い物語と同じように終わります。最初に価値があったすべてのものを最初よりよく復元するクレッシェンドで 終わります神は壮大な冒険の脚本家のようなものだと思われます。なので、聖書にある神の言葉は映画と同じ目的があるのです。しかし、彼の物語は私たちの生活にも受け継ぎがあれただ、見ているだけでなく、 主人公の重要な瞬間が私たちの重要な瞬間になることに気づくことができます。私たち自身の人生は私たち自身の章の中で聖書の物語を継続していることを継続していることが示されているのです。そして今日イエスと共に彼の変容を つまり彼の本性を表すため山に登りながら大斎説の始まりに立つのですそして私たちはペトロの個人的な信仰の旅の決定的な瞬間だけでなく私たち自身に向けられた瞬間の目撃するために引き込まれているという感覚を え始めていることができるでしょうマルクがここで語るモノクタリを歴史的事実だと思うか重要な内的心理を共通するものとして理解する必要があるかにかかわらずイエスの変容のモノクタリはマルクの福音書全体の バランスを取る転換点、turning point となります。これより前に起こったすべての瞬間はイエスが誰であるかについてのものです。この後のすべての瞬間は彼が何をするかについてのものです。そして キリストの洗礼とサタンからの誘惑、すべての癒しの物語、そしてイエスが本当は何者なのかについてのすべての瞬間は一方にあります。そしてエルスレムへの旅、イエスの裁判、そして十字架刑はもう一方になります。 今日の箇所では、この山の頂上でそれらが一緒に合わさりますこの箇所の少しの前にイエスが本当は誰なのかというバックストーリーの絶頂にあった時ペトロがあなたがキリストだと叫びイエスがペトロの叫びに 厳しく挑戦されました。ペトロが思ったのとは、もっとも似ていないキリストを描写し、それはキリストの物語がどのように続くことを示していました。そして、今日の箇所でもペトロの失望は続きます。ユダヤ人のメシエへの期待に、 満ちた祭典である狩り用意祭という祭りの興奮の中で彼はここで見たビジョンが永遠に続くことを望んでいました彼は祭りの伝統によってカリ小屋を3つ作りたかったのですペトロはまるでああ これこそが私が想像して欲しかったキリストの姿だ。この私の希望を続きたいのだ。というように、彼はここで見たものが、その力の栄光のもとのままに過ごしたかったのです。これは、ペツルにとって極めて重要な瞬間です。 彼は神の勝利の到来を望んでいましたが、その先にある痛みの道を見ていませんでした。ペトロは恥の十字形の旅をどのように勝利しようとしているのでしょうか。彼はイエスが誰であるかを本当に理解していたのでしょうか。イエスはこの方に 教会の指導者としての役割を託すことを確信しているのでしょうか大祭説の端っこに座っている私たちに、ペトロと同じような質問が私たちの心の中に湧いてきます。今年、私たちは、 どのように十字形の旅を扱おうとしているのでしょうか神が私たちをどこから移動させ、どこへ連れて行こうとしているかどのように理解すればいいのでしょうかまたは、私たちは大災説のような痛みのないイースターの喜びを求めているのでしょうか 聖書の重要な瞬間という目的は、これまで信仰のための様々な断片の一つの絵にまとめていく自己吟味のプロセスを説明しています。私たちに課せられた課題は、ペトロと一緒に見た美人の快適さの中に止ま,止まりたいのかそれとも、 家政の憧れが私たちの信仰の旅の残るよう今より進む,の進むためとなるのかということです私たちの手前には大斎説の入り口がありますここで今週私たちは神の復活日の約束 そのものではなくその約束を買いめることができます私たちは今年祈りを通してあるいは教訓が準備してくださる滞在説プログラムを通してこの旅を共にする機会があります滞在説の間個人としてまた教会としての 私たち自身のキリスチャンとしての証明の範囲を見直すことができます。大斎説は自己発見のための時間のところであり私たちの信仰に焦点を当てるための重要な瞬間です。そしてイエスの変容の物語は約束がある物語です。 弟子たちが抱いていた疑問や困惑の中で美しく明るい瞬間が明らかになったのです私たちもまた人生にもたらすすべてのものと対照する中でこの箇所に平安と安全を見いだすことができると思いますイエスの変容の物語は イエスが私たちの間におられるという約束が現実のものだと思い出させてくれます。そしてイエスと一緒にした旅が続くにつれてイエスの弟子たちはその山の頂上で起こった瞬間の振り返ってこれからこの信仰の旅はどこへ進むのか安心したに違いありません。 これは画期的な物語であり旅を支えてくれるものであります私たちにも弟子たちと同じくその安心さをこの物語からいただくことができるのです父と子と精霊の皆によってアーメン。